ストレートエニアグラム二等辺の友人です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はあの、キラクマさん。キラクマさん。キラクマさんが、自分はタイプ5か、タイプ6か、っていう、ちょっと迷ってます、っていうのをメッセージでいただいて、OK、リソさんに聞いてきますって、このいつも、その5人について詳しく書いてあるこのリソさんの性格タイプの分析を当たったんですけど、ない。ない。タイプ5と6はなかった。ただ確かにこの本にも書いてあるんですけども、エニアグラムを教えていると、リソさんがですね、自分のタイプを見分け損なってしまう人が必ずいると。なぜかというと、事実上全てのタイプが混同されているような側面を持っている、全部タイプ持ってるって言いますもんね、で人々は極めて多彩で常に変化している、で個人個人それぞれの状況下で一定期間にわたって、一定期間にわたって見ないと分かんないよと、エニアグラムには486以上のサブタイプ、タイプがあって、ウィングがあって、統合の方向があって、それぞれサブタイプが3つあってみたいなところで、一部が似たようになるっていうことはどこでもあるよと、っていうのは書いてあるんですけども、基本そのここで類誤認するので上がってくるのがこの包内ハーモニーハーモニクスで、共通してるところでしか上がってなくて、5と6っていうのは共通してない、どこも共通してないんですよね。5が合理の時に6は、反応ですと、で5が有利の時に6は融和ですと、なんで結構違うんですけども、このキラクマさんが陥ったこの自分は5か6かっていうのは、タイプ6私、心当たりがありますと、僕実はある時期、タイプ5で、自分をタイプ5と、こういういろんな本を見ながら診断した結果、タイプ5だってなったんですよ。でタイプ5の有名人を見ると、例えばタモリさんがいる、でなんかタイプ5って有利タイプなんで、人前であまり喋らないと思っていたんですけども、喋る人もいるじゃん。そう、いろんなところに書いてあるのは、役割を与えるととても上手にこなすと書いてあって、そっか、役割なんだ僕はタイプ5で間違いないんだって思ったんですね。なんでそういった結果を思うのは、タイプ5、タイプ6がタイプ5かもって思うのはあるんじゃないかな。あると思いますよ。ここには書いてありませんでしたけどね、そういうのは。9と5は多分間違えると思うんですよね。同じ有利なんで。9と5はとても分厚くページが割いてあります9と5は同じ有利なんで、あると思うんですけど、6と5で間違えるのは6じゃないかなって、僕は思ってて、でこの合理じゃないですか、合理って多分こう理論的にこう考えたりとかって、多分みんなしてると思うんですよね。そうで、私も考えるときは合理的に考えているとは思ってます、考えているし、合理的に考えなきゃいけないじゃないですか、世の中、普通に生活してると、なので多分合理に当てはまる人、こう自己診断とかで当てはまる人は多分多いんじゃないかなと思うんですよね、で僕も結構合理的に考えたりするのが好きだったりするんで、多分そういったところで合理にこうチェックがいっぱい入ってくような気はするんですよね。で、いろんな本を当たった結果、1冊ありました、9つの性格タイプが分かる、カレン・ウェブさん、鈴木秀子さんが訳した本の中に、タイプ5のところで、そのタイプ5と6っていう分け方として、タイプ6の影響を受けたタイプ5は、恐怖やタイプ6の問題を感じて自らの存在に疑問を持つ、でタイプ5の影響を受けたタイプ6として、内気
プライバシーを大事にする、うん、企画家とあって、うんうん、なんで それぞれやっぱりどんな育ち方をしたかとか、もちろんウイングで、うん、あの隣り合ってますので、うんうん、そっちのウイングが強く出ると、ね、結局分からなくなる。ただ、うん、質問が2つ、気楽間さんに質問が2つ、うん、あ、気楽間さん5と6か、うん、で迷っている人に質問が2つ、うん、出来事に、うん、その場で反応できますか、うん、すぐに態度に出さなくてもいられるか、うん、ノーかイエスか、うん、反応ですね、はい、何かが起きた時に、うんうん、大変とか、うんうん、カチンときて、うん、すぐに何か言いたくなる、うんうん、例えばこの動画でも私がさっき、うん、6かもしれないって言った瞬間に、うん、いや6じゃねえよ、うん、みたいな反応が、反応がもしか起こったんだとしたら、うん、6かもしれない、うんうん、であとはその周りに何が起きても身近に感じられないために、うん、人生は映画を見ているようなものだと思うことがよくありますか、でこれ5だと、うんうん、イエスってなるらしいんですね、うんうん、有利ですよ、僕もそんな感じはしますもう私これ全然ピンとこないので、うん、でもしかこの周りに何が起きても身近に感じられないために、うん、あ、なんか映画を見ているようだな、こう俯瞰する有利タイプの特徴ですよねって思ったことがあるなら5かもしれない、うんうん、そんなこと全く思わない、うん、思わないです、うん、今初めて見て、うん、何言ってんのって思いましたその感覚僕には分かりますだとすると有利、やっぱり有利タイプだと、うん、なんか映画を見ているようだっていうのはあるんですね、うんうん、全くない、まあ、俯瞰し自分自身も俯瞰して見てるみたいなところ、僕もここにいるんですね、そうそうそう、僕もここに行って俯瞰して見てるみたいなのが多分有利タイプの人は持ってる感じなんで、今のは多分有利タイプの反応と反応かどうかを見てますよね、はい、でそこをちゃんと見るとどっちか分かるっていう、なんで私があの、うん、5と6で迷ってる人、うん、6かもって言った瞬間に、うん、はとか、うんうんうん、イラッてした人は、うん、6の可能性が高い、うん、もしかして5だと、ああそうかもしれない、うん、じゃあ調べてみようみたいな、うん、多分あそう5だと多分そういう感じになると思うんですよね、物事を俯瞰、自分自身さえ俯瞰してみてるんでこの人は5かもっていうのを自分自身、ああ6かも6かもとか5かもみたいな感じで、この人はどっちなんだろうみたいなことを多分俯瞰しながらこう感じてるんで、なんで私が言ったことに対してイラッとしたら6かもしれないし、うん、いや、うん、人生は映画を見ているようだっていうのがイエスなら5ですと、うんうん、私はもう全く思いません、そんなのはだからその辺結構違うと思うんですよね。でも両方当てはまる人はいないんじゃないかなと思いますよね、まあ、有利と今有利と反応を見てましたね、有利と反応を見てて、はい、有利のその俯瞰してるって感じって、はい、多分すぐに反応しない感じじゃないですか、本当だ、うん、なので、そうですね、そうすぐに反応する人って多分俯瞰して見れてない自分自身を俯瞰して見てないから多分すぐに反応するんで、そこが多分両方当てはまる人って多分いないんじゃないかな、はい、いかがでしょうなんで、うん、まあこのいろいろメッセージもいただいてやっている中で思うのは、うんうん、あ、偉そうに本当すみません、なんか6なのかなって思いながら、うんうん、なんでそのもちろんウイングで、うん、あの前のウイングの動画でも説明したんですけども、うんうん、外界と接するときは、うん、そのウイングが強く出るよっていうのを、うん、あのこのエニアグラムでパートナー探しで書いてあったんですけども、うん、なんでそういう5の部分を見つけてる6なのかもしれないと、うんうん、まあ、探せばありますからねっていうか、そうです、ね、その合理的っていうのがみんな合理的に考えてたりする、合理的だと思っている、思ってる、はい、っていうか、まあ、合理的にしてたりするじゃないですか、はい、で、まあ、さっきも言いましたけど、はい、なので間違ったりするんで、多分他の他人から見た方が分かる可能性は高いですよね。あとその、うん、これも持論なんですけど、うん、私思うによくその、まあ、友達で友人に集まった時に、うん、あ、なんか動画撮ってるね、ニアグラムの、うんうん、やってよみたいな、うん、で旧タイプ説明するじゃないですか、うん、そうするとなんかそのまず真っ先に言われるのは、うん、6じゃないって言われるんです、ね、この人6だなって思う人は、
ってってことですよね。そう、二等兵が見て、あ、こいつは6だなって思ってる人はっていう、この反応が6だなって思うんですね、うん、でも真っ先に6の人は6を外すんですよ、うん、で前の動画でも言ったんですけども、最初に掴んだそれが、うん、いらないって掴んだそれがお前だよってって思ったりします、うん、でそのいろんな本にそのエニアグラムで優劣はないとか書いてあるんですけども、うんうん、やっぱりその人気のエニアグラムのタイプがある、うんうんうん、3が人気だ、7が人気だ、まあ、達成者ですからね達成する人7あの万能選手、万能選手4特別な人が人気だっていうのは多分そうなりたいっていうのが多分あるから、うんうん、あるからで5もそこそこ人気なのかな。5も研究者じゃないですか、あの改革する人、なんかこう発明家とかそういう感じじゃないですか。既存のルールにとらわれず、うん、そうそう自分でルールを作り上げ上げるみたいな。で多分かっこいいじゃないですか、アインシュタインとか。かっこいい。でもタイプ5の人はみんなアインシュタインではないですからね。そう、そう、みんながそれぞれそう重荷を背負って生きてます。重荷を背負って生きてる、はい、でまあ他人から見てこう5か6かって分かりやすいと思うんですよね。そう、そうなんですよ。なんでエニアグラムを知ってる方が周りにいれば、いればそうどっちって言ったら5はないよねとか6はないよね、5だよねとか。山里さんと又吉さん、うん、どっちが5ですかどっちが6ですかってなった時に明らかですもんね。明らかな、なのでまあ感覚的にはよく喋る人ですよね、6。そうですね。で5の人は寡黙な人ですよ。まあ人の輪にふすって入っていくのが6で、この人の輪に入っていって自分の立ち位置を築こうとするわけじゃないですか、6の人って。はいはい、この場ではどういうふうに行動したらいいのかな、立ち振る舞いは自分はこの中で大丈夫みたいな、はい、だけどこう5の人はそこは離れようとする人ですからね脅かされると思うんですよね。そうそう、はい、でこう人との関わりを断って自分を守ろうとするわけじゃないですか、はいはい、なのでこうコミュニティ、こう僕がこういろんな人と接してて思うのが、5の人はこう全然話しかけてこないみたいな。そうなんです。私の知ってるその多分共通の5の人は、うんうんうん、ご自身からはあんまりそうそうバッとは全然来ないです。どうですかって声をかけないとなかなかこう、僕なんかこうもう本当に仲のいい何年も8K のもう親友だって思ってるぐらい仲のいい5なんですけど、はい、どうですかって言わないと何も来ないそうですねっていうぐらいこう、まあ、話しかければバーッといっぱい喋ってくれるんですけどね、はいはい、とかこう今東京にいるんですけど、はい、こっちに来た時にはちょっと今名古屋に来たんで行ってもいいですかみたいな感じで来るんですけ ど、はい、普段何にもないですよなるほど。そう、黙々とブログだけが上がってくるみたいなそうっていう感じで、6の人二等辺もそうだけど、こう、はい、入ってきた時とかなんか絶対こう言うじゃないですかすいませんおはようございますすいませんでそういうのがこう5の人はあんまりない、スッと入ってきてスッとなるほどなるほど、いかがでしょうか。はい、人から見るとよくわかります。そうですね、うん、はい、というところで、はい、いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。